everyone. I'm Yoko in Vancouver, Canada. こんにちは、トラベルライフ英語力ゼロの海外生活、バンクーバー在住のヨッコです。今回は3回目、そしてラストのルームツアーです。で、いくらね、海外に住んでいるとはいえ、バンクーバーは日本人もとても多いですし、どこのね、アパートメントに住んでるかとか、そういう細かい情報は、インスタグラムとかでも、ご紹介は今までしてきませんでした。ですが、今回、私たち夫婦は、9月30日にお引越しすることが決まりました。なので、まだお見せしていないリビングルームと、それに加えて、簡単ではありますが、アパートメント全体のご紹介も今回させていただきます。で、場所的にはですね、短期留学生、そして旅行者の方には、近寄るなというふうに警告が出ているデンジャラスゾーン、メイン&ヘイスティングスの角までわずか数ブロックの場所です。安いんですよ、この辺。家賃がバンクーバーの相場からすると。で、あとバスがね、とにかくたくさん通っていて、どこに行くにもだいたいバス1本で行ける。そして、メイン駅まで徒歩10分、チャイナタウン駅まで徒歩15分ぐらいなんですね。周りに八百屋、肉屋、魚屋、パン屋、お惣菜屋さんとたくさんお店もあって、しかもどこも安くて美味しくて、でアパートメントの管理人さんも住民の方々もね、親切で、私はとにかくこのお家が大好きでした。このお家には1年と11ヶ月約2年間住んでいたんですけれども、じゃあなんでお引越しをするのかっていうと、古い、はい、カナダはまだ建国153年の新しい国ですが、このアパートメントは築100年を超えているとてもとても古い建物です。で、もともとはホテルだったらしいんですね。中はね、リノベーションしているので、そこまでね、汚くはないんですけれども、外観とかね、あっちこっちやっぱり古いから、いろいろ問題がありまして、この2年間のうちに雨漏りというか水漏れが、私たち6階建ての4階に住んでるにもかかわらず、7階ありました。で、そのうちの1階はベッドルームがね、本当に水浸しになって、マットレスとかもね、全部買い替えるぐらい大掛かりなものでした。で、あと、ネズミさんを2回見ました。と、ベッドバグですね、のみダニの一種なんですけれども、刺されるととにかく痒くて痛くて腫れ上がってっていうもの、それを家で刺されるっていう。で、シロアリ駆除みたいな業者の方が、ダース・ベイダー様みたいな、こうマスクつけて、シュコーみたいな感じで、ボンベみたいなの持ってきて、一回薬散布されると、6時間家から締め出されるっていうのが、1週間開けてもう一回。だから全部で2回がワンセットなんですけど、やってもらったんですけど、1ヶ月もしないうちにもう一回刺されたりとかして、でもう一回来てもらってとか、そういうのがあるたびにですね、掃除洗濯ってすごく大変 で、アパートメントは洗濯機も共有なので、ランドリー使われてたら待たなきゃいけなかったりとか、いろいろ疲れちゃったんですね。で、精神的にも衛生的にも良くないねっていう話を旦那として、今回引っ越すことにしました。はい、前置きが長くなったんですけど、なのでこのね、お家を紹介するのはこの動画が最後になります。はい、
では早速ですが、Let's get started。 ここはチャイナタウンのど真ん中、キーファーストリートとゴアアベニューの角のアパートメントです。向かって右手にオイスターエクスプレスというオイスターバーがあり、ハッピーアワーの時間は1つ 1.5 ドルで新鮮な生牡蠣が食べられます。アパートメントの入り口はチャイナタウンらしく中国語が書かれています。そして向かって左手にはココモというビーガンレストラン、そしてすぐ向かいに22番のバス停があり、とっても便利です。入り口の外に生ごみ入れ、そして、中にですね、向かって左から紙類、瓶、プラのゴミ箱が置いてあります。こちらの扉の中は集合ポストで、車椅子の方や大きな荷物を運ぶ用のスロープがあります。エレベーターにはPlease do not share the elevator, only one person at a time. 今コロナなので、感染予防のため1階のエレベーターにつき1人しか乗らないでくださいねと注意書きがされています。我が家は4階です。ちょっと3階に寄ってみます。3階と5階に共有のランドリールームがあります。カナダのアパートメントは、ランドリーが共有なのが通常です。手前が洗濯機、奥が乾燥機です。一つの機械に1回 2.25 ドルかかります。2階から5階は各11部屋、6階もお部屋はありますが、3分の1は管理人室です。我が家の2つ隣の扉は普通ゴミのシューター、滑り台になっていてとても便利です。我が家は409号室、角部屋です。はい、入って右手に、これはインターホンですね。このトークっていうボタンを押しながら喋ると、1階にいる人と会話ができます。で、逆に向こうの人が喋ってる時はこのリッスンってボタンをね、押さないと聞こえないっていうね、ちょっと古い形のインターホンです。で、このドアってボタンを押すと下が開くっていうことになってるんですけど、これ開かないのでいつも1階まで迎えに行ってます。ちょっと不便です。はい、こちらに、管理人さんからもらった手紙とかをいつも貼ってるんですけど、これは私がもう10年以上前にアフタヌーンティーで買ったオーナメントですね。可愛いので日本から持ってきました。そしてジジがいたりとか、これは、バンクーバーのアニメコンベンションにスクールアイドルとして出て踊った時に、友達がですね応援してくれた時のこうおたぼう的なやつ、私緑色担当だったので応援してくれた時の思い出があります。で、まあ、カナダの旗とか、これは、ペルーに行った時に自分で自分にお土産を買ったマグネット、リャマさん、めちゃくちゃ可愛い。で、こちらに旦那の鍵をいつもかけています。旦那は今仕事に行ってていません。で、こちらに私の鍵をかけています。私のキーホルダーはこんな感じです。指輪の形になっててすっごく可愛い。日本で買いました。そしてこちらについてるのがコンパスカードのミニサイズ、日本でいうスイカですね。公共機関に乗る時の IC カードです。キーホルダーサイズなのですごく便利です。で、こちらがお家の、鍵で、ポストの鍵、そしてアパートメント全体の入り口の鍵、あとランドリーの扉もこの鍵で開きます。で、ここについてるのが高校の時のですね、制服の袖口のボタンです。第二ボタンじゃないんかいってツッコミが来そうですけど、私が中学高校、そしてまあ24歳ぐらいまでね、すごくすごくお世話になってた、はい、すごく尊敬してる方からこちらいただきました。今もお守りにずっとつけています。
玄関はこんな感じです。カナダは基本的には土足文化なのでちゃんとした玄関がないんですね。でも私も旦那も日本人なので土足が嫌で、アイケアで買ってきたマットをつなぎ合わせて無理やり玄関を作っています。そして同じくアイケアで、買ってきた棚をですねつけまして、まあ上に雑巾とかあのコロコロとかのお掃除用具、右側はちょっと旦那が何入れてるのかわからないです。こちらにあのまあコートとか、あとおしゃれ着洗いした時とかここにかけています。でこちらはこの右側が私のバッグ置き場で、左側が旦那のバッグ置き場です。でよく最近使ってるバッグを必ず1個ここに置いてあって、これは私のお仕事道具ですね。私はネイリストなので、ジェルネイルの、ね、グッズが入っています。お客様用スリッパ、そして折りたたみ傘、私と旦那のこうちょっと突っかけというかちょっと出かけるときに履くサンダル、あとは旦那の仕事用の靴とか長靴で、あとお掃除用具とか長い傘とかが奥にかかっています。でいつもはこの壁のところにですね旦那の、自転車がね置いてあります。今お仕事に持って行ってるのでありません。で床置きなんですけど Wi-Fi ルーター、そしてサーキュレーターですね、扇風機みたいなやつ。でこちらは私の母が作ったゴミ箱、そうペーパークラフトっていうのを習っていて作ってくれました。玄関に置いてあるのは日本の親友が結婚祝いに送ってくれた木彫りの人形です。私がね旦那をアヒルっぽいって言ってたらアヒル送ってくれました。ウサギがね私らしいです。あとマスクと持ち歩き用の小さな除菌シートを置いています。いっぱい入ってるやつ Amazon で買いました。鉢植え今何も育てていません。こちら側が旦那の職場の洗濯物入れで、右側が私たち2人の普通着のね洗濯物入れにしています。なので週に2回洗濯をしています。そして靴、旦那は靴が大好きでこの2つ名前が書いてあるのは2足入っています。100足以上あります。こちらのケース2つも靴らしいです。あとヨガマットと、電動ドリルが置いてあります。私もなんだかんだ20足ぐらいこの透明のケースに靴があるのですが、ほとんど旦那の靴です。で奥にスーツケースが3つあるんですけれども、一番大きい中に機内持ち込み用のスーツケースが1つ入っているので本当は全部で4つあります。あと掃除機ですね。こちらの壁はこんな感じ、だいたい右側が私のもの、左側が旦那のものっていうのが基本です。なんか聞いたらこのケースの中にも靴が入ってるらしい。あとはプリンターがあります。ウィンタージャケットって書いてあるのでここにも服が入ってるみたいです。こちらもジャケットシャツフォーウィンターって書いてありますね。こちらの段は2人のアルバムとか本です。たくさん、私はアルバムも全部日本から持ってきています。幼稚園の卒園アルバムから20歳ぐらいまではあのフィルムタイプのカメラだったんですね。で昔から写真を撮るのが好きだったので現像して全部持ってきています。デジカメになってからのは全部データとしてあります。結婚の時の写真だったりとかレシピ本がいっぱいあります。私もレシピ本好きなんですけど旦那がシェフなので。でこちらはあの新婚旅行の時にイタリアのミラノでヴィトンの展示みたいなのをやっていて、そちらに入った時にいただいたポストカード、可愛いので飾ってあります。でその横にあるのがですね私のワーホリの時の最後のルームメイトが
こちらもイタリアのお土産としてくれたピノキオの、はい、絵はがきですね。可愛いので飾っています。あとは、まあ、英語学習の本があったりとか、まあ、ネイルの本ですね。こちらは学校の先生からいただきました。あとはチラホラと医療系の本があるんですけれども、私は日本では医療事務、医療秘書、そして製薬会社で薬の副作用情報を報告書にまとめて厚生労働省に報告するっていう仕事をしていたので持っています。この辺はね、ネイルのアクセサリー類ですね。これもネイルで使っています。あとはなんかちょっとしたマートとかボンテ、ボンテって知ってますかね。ゴマブックスさんが出していた絵本作家さんたちの雑誌なんですよ。いろんな絵本作家さんたちがこの一冊の本に出てきてちょこちょこと掲載をしていたんですけど、ちょっと倒産してしまって、このボンテっていう本も、17巻までで全部です。この主体でやってる方、ボンボヤージュさんっていう人はすごい有名で、たくさん本を出しています。こういうシャレが効いてたり、落ち込んでる時に読むと元気が出る言葉だったりをイラストと一緒に載せている本です。カピバラさん、これ今日本でね、もうグッズとかもたくさん出て人気ですけれども、このボンテというね本からこの作家さん誕生しました。うん、この本大好きです。あとはこのめちゃくちゃ古いプチセブンっていうね雑誌なんですけど、専門学校の時のねクラスメートがもっともっと若かった時にモデルさんをしていて、ここに載っています。学校卒業から1年後ぐらいですかね、その方はちょっと休止されました。で、何か思い出が欲しくってブックオフで探してやっと手に入れた一冊、今も大切に持っています。で、コスメって書いてあるのがその名の通りコスメのストック類です。サイドにショッパーなんかを入れています。で、バッグ、私はバッグが大好き。ケイトスペードだったりサザビーの夏バッグ、楽天で買った牛革の小さなショルダーバッグや、15年ぐらい前に母親からハワイのお土産でいただいたバッグ、そして専門学生の時に買ったバーバリーのショルダーバッグ、もうボロボロなんですけれどもお気に入り。あと神戸ブランドのアタオのバッグがとっても好きです。こちらは、期間限定、数量限定でちょっとお高いんですけれども、これもアタオのバッグです。などなど、安いやつも高いやつもまあいろいろ何でも使います。こちらは私がこの世で一番好きな漫画、スラムダンクの一番最新の全巻カバーを井上先生が書き下ろしした再編成版です。そう、この時ちょうど私はミニバスケットボール、小学生のバスケットボールをやっていて、もうとにかくとにかく大好きな漫画です。バスケットを知らない人でも絶対楽しめるので見ていただきたい名作。こちらは、ネイル、ジェルネイルのねジェルですね、お仕事道具。そしてこれは姉が作ってくれた宝箱、はい、こんな感じ。この辺にこうピアスとか、まあ、時計とかネックレスとかをいろいろと入れています。はい、姉はすごく器用なんですよね。私はこういうの作れないです。そのまま奥に行って、この123人の家ってご存知でしょうか。アクタスっていうインテリア会社
に勤める人たちのお家を紹介した本です。私インテリアが大好きで、この本眺めてるだけでとっても幸せなんですよ。すごく分厚くって重いんですけど、日本から持ってきました。あともう一個だけ漫画を持ってきてます。パラダイスキス、矢沢愛さんの作品ですね。矢沢愛さんの作品結構どれも好きなんですけど、特にこのパラダイスキスっていう本が、ファッションのね、高校に通う高校生たちの話なんですけど、ちょっと奇抜なんだけどとっても素敵でおしゃれで楽しい、すごい好きです。こちらはね、海外に住んでるとね、あんまり違和感ないですけど、秘密でここになんか隠し持てるリュック型のそういうやつ、何も入ってないけど。そしてスラムダンクの DVD コレクション、これも買っちゃいましたね。この辺はね、文房具が入っていたりとか、これはプリクラ帳、私物持ちが良くて本当に小学生の時からのがね、全部ここに入っています。でこれはミラーレスカメラですね。最近ほとんど使ってないんですけれども、カナダのね、イエローナイフ、オーロラとかを見に行った時は普通のね、デジカメとか、iPhone とかでは撮れないので、このカメラを持ってきました。こちらは私の普段のメイク道具、後ろにドライヤーがあります。こっちの箱がネイル用品、そして下がレターセットなどの文房具で、エスプレッソのカップ、スタバのものです。ポルトガルに行った時に可愛かったので買いました。私はコーヒーを飲まないんですけれども、普段使う時計とかのアクセサリーを入れています。こちらもポルトガルで買ったピルケース、こちらによく使うピアスを入れています。以前使っていたノートパソコンや保証書や説明書などを入れているファイル。ここのアクセサリーにも、結婚式の時とかにね、つけるパールのピアスとかね、そういうものとか、ヘアゴムとかそういうものを入れてます。このネイルっていうのはよくドラッグストアとかで買えるポリッシュ系ですね。で、まあ、ステーショナリー、文房具系で、上に行くとラッピング用品と脱毛器があります。あとまあコスメのちょっとしたストック。ハンドメイドっていうのは、私はピアスを作ったりするので、そのビーズとかが入っています。で、ここが私のおやつ入れ、めちゃくちゃお菓子を食べます。はい、で上はこのダイアリーって書いてあるのは、私はリフィルタイプの手帳を長年使用しているんですけれども、あの時お祝いに誰からどんなものをいただいたかとか、いろんな情報を書いていて、いつでも調べられるように20歳ぐらいからのものが全て取ってあります。あとメディカルっていうのは救急箱です。マシンの手前に入っているのは電子辞書なんですけれども、いろんなコードとか電池とかが入っています。 CD、DVD は、まあ、ほとんどが写真のデータですね。あと、まあ、ティッシュのストックだったりとかが置いてあります。こちらの上は旦那のものなので、何が入っているのかよく知りません。そして旦那の本があります。私は活字を読みません。そしてポンプ式のウォーターサーバーが置いてあります。土とか体重計とか。鏡はアイケアのもので、後ろにちょっとかけられるので便利です。引っ越し前なので段ボールも置いてあります。はい、こんな感じ。ダイニングセットもアイケアのもので、本当はあちこちに置いてあるこの木の椅子4脚がセットなんですけれども、その前にいただいたソファーがあったので、そちらを使っています。ここでパソコン仕事をしたりとか、ご飯を食べたりとかしています。これはね、ヒーターですね。で、キッチンは以前紹介しました。
お楽しみいただけましたでしょうか。こんな感じのワンベッドルーム、日本でいう 1LDK です。新しいお家はここよりももう少し広くって、高層階で眺めもすごくいいので、落ち着いたら少しだけご紹介できたらいいなと思います。 Thank you for watching my video. See you guys soon. Bye bye.